英次郎の部屋に残されていた世界の時差に関するメモ、そして意図的に配置されたとしか思えない各国製の時計、館のからくりに関係していることは間違いないぜ。よし、みんなに集まってもらうか。話って何かしら、坊や。ちょっと思いついたことがあるんだけど、みんなに協力してもらえないかなって。協力？それでどうしたらええの？うん、この家にある時計をね。でも、今の話、全部坊やが一人で考えたの？違うよ、考えたのは平次兄ちゃんだよ。さすが平次やわ。あぶねあぶね。とにかく皆さん、今言われた通りに配置につきましょう。わかった、やってみるよ。
しかし、本当にそんなことが可能なんだろうか。次から次へと面倒なことが起こるな。
わかったで。時計塔の鐘が鳴ったら言われた時刻に合わしたらええんやろ。うん、よろしくね、カズハ姉ちゃん。いいわ、次の鐘が鳴ったらこの時刻にね。よし、これであとは時計塔の鐘が鳴るのを待つだけだな。英次郎の部屋にあった時差について記したメモ、そして特定の部屋にだけ置かれた生産国の異なる時計、こいつの意味するところは明らかだ。それぞれの時計の時刻をその時計が作られた国の時間で合わせる。ただし時差のメモにあった中で時計が見当たらない国が一つだけある。そう、日本だ。この大時計は英次郎が香港から持ち帰った品だし、時間も止まっているから違う。全ての部屋の時計を合わせるには何かでタイミングを測る必要があるかな。とすると日本を意味する時計は現実に時を刻み続け、館の象徴でもあるあの時計としかありえねえ。それが館の水を引かせる仕掛けだ。よし、今だ。何？これは。
ねえ、今の地震は何があったの？地震やないで。これは、お、水が引いていく。こんな仕掛けになっていたなんて。よし、これで館の1階に降りられるぜ。しかしまた随分と派手な真似をしてくれるやないか。はっとり。せやけど、俺かて無駄に動いてたわけやないで。これ。こいつは、もしかしてクライドさんの遺体を運ぶのに使ったものか。そや。どこでこれを。遺体移動のトリックを調べるときに館の3階で気づいた。犯人がつこた道具を水の中に隠したんやないかって。どこぞの部屋に隠すのも簡単やないし、その点水の中やったら上から投げ込めばええだけやからな。まさか犯人も水が引くとは思ってなかったやろな。で、館の1階を探したらそいつが落ちとったっちゅうわけや。そこでちょうどあの人が怪しい行動してたで。なるほど、服部の言った通り、狙い通りに動き出したみたいだな。どうやらあの人が犯人と見て間違いなさそうだぜ。あとはそれと、見つけたんはそれだけやないで。少し整理してみるか。ケビンさんはジャーナリストだったな。なるほど、あの人は幻の貿易会社を追ってたってわけか。そういうと聞こえはええけどな、実際は今までにもかなりヤバい橋を渡ってきてるみたいやで。ま、目的のためやったら手段を選ばずっちゅうタイプやな。しかし、これで迷いが晴れたぜ。ずっと引っかかってた。
橋の爆破の問題もクリアできそうだ。倉庫から火薬を持ち出して橋を爆破したのはやっぱりケビンさんだったんだ。その目的は島と館を外部から遮断して遺産が島から持ち出されるのを防ぐため。まさに目的のためには手段を選ばずだな。これで2つの異なる犯人像に惑わされることはなくなった。橋の爆破がケビンさんの仕業なら、殺人の真犯人はやっぱり館と島の地理に詳しい人物だ。事件の真犯人も逃げ場がなくなってきたみてえだぜ。バカ野郎、いって勝手に動き回るなと。あれほどごめんなさい。でもおかげで捜査の突破口ができたんじゃない。え、なんですと。一回よ、水が引いたおかげで探しに行けるじゃない、あの人。だってこの上のどこにもいなかったんでしょ。あとは、ああ、下しか残ってへんで。平次、本当かい服部君。一回を残らず探せばわかるわ。じゃあ親父の遺産もこの下に。少なくともケビンさんはそう考えとったとちゅうこっちゃ。さあ、まずは感動の再会といこうか。付き合いきれねえな。ちょっとお父さん。ほんま困ったおっちゃんやの。まずはケビンさんを見つけねえとな。ねえ、なんやろあれ。あ？
わかったで。ケビンさんの消えた先は平次。そや、ケビンさんはあの扉の向こうへ進んだんや。で、今頃は遺産と空気にありついてるっちゅうわけや。でも、ケビンさんはどうやってあの扉のとこまで行ったん？水や、水。水？水ね。わかった。ケビンさんは泳いでったんやわ。そう、ケビンさんが来た時、このホールは水で満たされていた。水の中なら何メートルの高さがあっても関係ないからな。で、1階の水を抜いてもうたから、穴いに高い場所の扉になってもうたっちゅうわけや。どうしたらええの？またどっかにスイッチみたいなもんがあるやろ。行くで、カズハ。うん。スイッチか。多分服部の言う通りだろうな。俺もそいつを探してみるか。